Okay, shall we start?今日の平和と繁栄を私たちの子や孫の世代へとしっかり引き渡して、そのためには今を生きる私たちもまた目の前の課題から逃げることなく力を合わせて立ち向かっていかなければなりません。自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値を共有する G7、 これまで世界の平和と繁栄を牽引してきた G7 にはその大きな責任があります。世界が直面するさまざまな課題に協調して取り組む明確な意思を G7 の友人たちとともに、ここ伊勢志摩から世界へと発信することができます。